皆さんお疲れ様です。ハッチョコのエリナです。お願いします。この前ですね、Q10の目代わりで買った購入品の方をご紹介したんですけど、今日はその購入品をレビューしながらメイクをしてみたので、その工程をご覧いただければと思います。それではスタート。はい、じゃあやっていきます。まず1個目、こちらのムーンショットのクッションファンデを購入したのでやっていきますね。めっちゃもうクッションファンデを使うのが超久しぶり。ちゃんとすっぴんの状態からメイクするときにクッションファンデを使うのが久しぶりなので、ちょっとすごいワクワクなんですけど、ちょっとやっていきます。あ、軽く下地はいつものラロッシュポゼで塗っておきました。もうなんか思ったよりそんな厚塗り感ないというか、カバー力に長けてるらしかったので、もっとすごい厚塗りカバーって感じかなと思ったんですけど、そんなにめっちゃ厚塗り感とかはないですね。結構でも綺麗かもしれない。これ朝からクッションファンデ復活できるかもしれない。で、質感はやっぱ予想してた通りに結構セミマットっていう感じですね。仕上がりはこんな感じです。はい、じゃあ眉毛はですね、特に何も買わなかったので一瞬にして仕上げました。はい、次アイメイクに行こうと思うんですけど、今回このペリペラのアイシャドウパレットと、ちょっとこれあっち側映っちゃうから、やばい、自分の顔が映ってる。このね、自分の顔映ってるんだけどこんぐらいで映しますね。テレフィットのアイシャドウパレットを買ったんですよ。2種類買ったので、ちょっと今日どっちを使おうかなと思ったんですけど、今日はじゃあこちらをメインに使っていきたいと思います。これとかをなんか腕に出して色をしっかり見せるっていうのは、あの購入品の方の動画で撮ったので、ぜひそちらの方を見ていただければと思います。じゃあまず無難にここのベースカラーを塗っていきますね。かわいいの、なんかここに文字がね、彫られている、彫られてるっていうのかな、なんかもうこれもすごいかわいい。これはもう無難なピンクベージュみたいな、ピーチベージュみたいな感じの色ですね。でも思ったより色づきがいいですね。ペリペラとかってティントもそうなんですけど、発色が素晴らしいですよね。で、余った分で下まぶたに塗ります。ちょっとこの大人っぽい、なんだろうな、バーガンディみたいなシアーっぽいやつをちょっと使ってみますね。これあ、でもなんかすごい乗せてみると、バーガンディとかそっち系、赤系っていうよりはオレンジとかに近いかも。オレンジとかブラウンに近いような軽くシアーって感じかな。そんなにパール感は強くないですね。じゃあマットなブラウンを使っていきます。ブラウンもなんか締め色みたいなのがここ2種類ぐらい入ってて、すごいなんか本当にこれだけでいろんなメイクできそうっていうバリエーションになっています。かわいいな、軽くここに、お、すごいついちゃった。あ、なんかやっぱ発色いいから、ちょっとポンってなっただけでもすごいつくっていうのが、強いて言うならデメリットなのかなっていう感じですね。え、本当に秋、なんかもう本当に秋ですね。楽しい秋で、次ですね、ここのグリッターカラーがあるんですけど、これがねちょっと手に出した時に超可愛くて、こちらをのせていきます。でも秋とかってちょっとマットめにしたいから、パール感というかグリッターギラギラっていう感じじゃなくて、軽くポンって感じでのせていきます。え、超可愛い。これは涙袋にものせていきますね。可愛いですこれ。はい、じゃあ次ですね、アイライナーとマスカラは買ってないので、ちょっと一瞬にして仕上げていきます。じゃあ次はですね、シェーディングをしていきます。こちらレアカインドっていうブランドのシェーディングなんですけど、こことこことここで3色あるんですけど、私はもう顔の周りに塗るときはもうくるくるして、ちょっとポンポンって感じにしてこう塗ってますかね。見た目がすごい可愛いなと思って私は選んだんですけど、なんか特にめっちゃいいってわけでもないし、めっちゃなんかあれだったわ、あんま良くなかったわっていうわけでもないので、特になんだろうな、これに関してはレビューはないかなっていう感じです。
発色がすごい強いってわけでもないので、使いやすいしぼかしやすい、影をすがってもうすっごいノーズシャドウとかすごいシェーディングみたいな感じにはならないし、修正がしやすいかなって思います。で次ノーズシャドウを入れるんですけど、ノーズシャドウはちょっと薄めに入れたいので、こことここの薄い色ちょっと混ぜる感じで取って鼻を作ります。はい、じゃあチークはこちらのシャドウに入ってるマットのアイシャドウをチークとして使っていきたいなと思います。で今回ちょっと使…どうしよう、めっちゃ迷ってきた。はい、決めました。今日使うのはここの色、ちょっと一番使いやすそう。いいかも。秋じゃないですか。すごいちょっと濃いかな。秋じゃないですかこれ。いいかもっていう一言ですね。紅葉って感じ、やばい、すごい。これチークにめっちゃ使っちゃいそうかもしれないです。私なんか特に秋色のチークとか今年買ってなかったので、めっちゃチークに使っちゃいそうなぐらい可愛いです。完全マットなので特にこうツヤとかはないんですけど、ツヤ欲しい時はハイライトでちょっとこの辺にも足すって感じで使ったらすごい良さそう。嬉しい、可愛い。最後リップ塗っていきます。こちらもさっきのこのシェーディングと同じブランドのレアカインドっていうブランドのリップになります。これはもう完全マットなんですけど、塗り心地がすごい良くて、なんかね、滑りが良くて、この赤リップなのに、違う、マットリップなのに、こう、なんだろう、しっとり感がすごくあって、こう、滑りがいいんですよね。なんかどちらかというと、イエベーというよりは、ブルベー色に近いのかなと思います。ちょっと、すごいこう、色味の主張が激しいメイクになってしまったんですけど、こんな感じで完成しました。ちょっと髪型を整えてからいきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで完成してきました。でメイクの感じなんですけど、この前出した秋メイクとちょっと似てるなって自分でも思っておりまして、なんか似てるかなって思いました。なんかもう今回5個私は購入したんですよ、9点の目変わりで。でもこうなんだろう、これハズレだったなっていうものがもう一切なくて、もう秋これでちょっと頑張っていきたいなという所存でございます。本当に可愛い。はい、それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録とインスタのフォローもぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。